トロント日本映画祭の皆様、はじめまして、監督の吉田圭介です。今回ブルーという作品で監督脚本立て指導を、やらせていただきました。この物語はですね、僕がボクシングを30年間、今も続けてるんですが、そこで出会った、名もなきボクサーたちの、挫折と、それまでの努力みたいなものを、一つの青春映画として作り上げた作品になっております。ボクシング知らない人でも楽しめる、とてもあったかい映画になっていると思うので、ぜひ楽しんでください。